さん、悪魔してますか？拒否しないでください。皆さんが悪魔してないことを祈りつつも本日は白い悪魔に乗車しましょうか。ここは都営地下鉄浅草線の蔵前駅。ここに、主に音が悪魔みたいな車両がいるらしいので、見に行ってみましょうかね。来ました来ました。あれは浅草線5300系。1991年から走り続けている車両です。浅草線における平成の顔と言っても過言ではないでしょう。そろそろ全貌が見えそうですね。乗車。ところでこのタイミングって悪魔に食われるという表現、使えるんですか？すごく今更で申し訳ないのですが、都営浅草線の紹介をします。都営浅草線は、西馬込から押上までを結ぶ 18.3 キロの路線です。ラインカラーはピンク。と思うかもしれませんが、実際はローズみたいです。開業は1960年。最初は高崎駅本線って名前でした。最初の路線上は浅草橋から押上までたった 3.1 キロの路線でしたが、ちょっと驚くべきことに、開業当初から平成線と別の運転をしていたみたいです。そこからちょっとずつ開業していき、1968年に全線開業しました。で、1991年に5200系を置き換える形で5300系がデビューとなりました。というわけで新橋到着。最後まで走り抜いてもらいたいものです。では、ご視聴ありがとうございました。